これがね、これよ、これをどうにかしたい。でも金ピ目標があるの、2024年痩せようと思って。痩せる？そう、ちいかわでいられない。小さいけど細いじゃない、なんていうの、見栄えがする感じになろうと。まあ、言ってしまうと筋肉がなくてね、下半身かな。この感じ、ちょっと見てもらった方が早いっすね。よいしょ。なんていうのかな、なんかね、これがね、短いじゃん、まず短くて、その割に細いかと言われて細くないって。これがね、これをどうにかしたい。わかります？私下半身が太りやすいんですよね。いや、筋肉ないから。短い、うるさいよ。短いよ、恐ろしいほど短いから。この足がね、黒いやん。まあ、なんていうの、実物見ればわかるよ。いつか会うときに見なよ、短ってなるから。短い。やだ、とにかく痩せるというか、筋肉をつける。ジム、そのジム契約させられた。実家ってさ、飯出るじゃん。飯出てさ、食ってすぐ寝て、テレビ見てガハハって言われて、夏希ご飯よって、あ、やった食べて、あ、特番やってるって、また寝てガハハって笑ってっていうの。リビングでやりすぎちゃって、ちょっとお咎めをもらって、運動しなさいって、それで運動することにしました。よろしくお願いします。ちょっと頑張る。うん、プレゼント、あ、まだ言ってない。え、あ、体幹なんちゃら系。なんか、ね、ジムに入ったからよくわかんない、スマートウォッチみたいなの来るらしいよ、今度家に。怖すぎる。どんぐらい運動したかみたいなのが出る、なんかよくわかんない、よくわかんないやつついてくるし、よくわかんない、なんか体のなんか筋肉量とかを測るやつ、なんかよくわかんないついてくる。今度家に届く。運動する。ちょっと頑張ります。よろしくお願いします。来るのもやだー。はい、なんだ。